メンタルラボ心の代表をしております、ベーネと申します。よろしくお願いいたします。2年前にですね、友人の紹介で、一緒に行こうと誘われたのがですね、心理カウンセリング の資格というところでして、それに参加させていただきまして、で資格を取りました。でその後ですね、いろいろな友人を、心理テストしながらですね、悩みを伺ったりしていた時にですね、これはひょっとしたらですね、いろんな方々の役に立てるのではないかということと、あとこの心理カウンセリングのとっても必要性、ニーズを感じまして、この仕事をさせていただいております。どうしてもその心理カウンセリングって固いイメージがありますね。でやはり統計学なのでどんどん当てはめていくんですが、やはり私がですね、いろんな方を見ていく中で、やはり生き物じゃないですか。なのでもう10人いれば10人違うんですね、やり方。あとは、インターネットでもその夫婦円満のマニュアルみたいなものがあるんですが、それもあくまでも参考でして、やはりその人に合った、その人の状況に応じた形を、私はもう1対1の対面で、その方の個性を大事にですね、改善の方に向かわせていただいているということが、私のカウンセリングだと思います。心理カウンセリングといってもすごく幅が広いのですが、私のその経験上ですとか、リサーチですねしたときに、夫婦問題でとても悩んでる、主婦の方がたくさんいらっしゃいまして、特にですね、ご主人が浮気もしくは不倫でをされてですね、悩まれている主婦の方というのはすごく多くてですね、なかなか相談する場所もないですし、お友達にも相談できない、親にも相談できないという方が結構いらっしゃるので、まず私にですね、いろいろな、問題点ですとか、現状をですね、まず吐いていただきまして、でそれから、その方の、最終的にはその笑顔をですね取り戻すことによって、その方が変わることによって自然とご主人が帰ってくると、そういう、目的でですね、カウンセリングをさせていただいております。まずはですね、最初の段階では心理テストをさせていただいておりまして、でその方の、潜在意識ですとか、あと今の気持ち、あとコミュニケーション能力ですね、この3つをですね、テストさせていただくことによって、その方の現状といいますか、その方をまず把握させていただいて、あとはですね、もうとにかくどんどんですね、愚痴でも何でも構わないので、もう私の方に何でも言っていただくと、それでまずすっきりしていただいて、あとはその、主婦の方がですね、だんだんとキラキラ輝いていって、でご主人が奥さんの方に帰ってくると、そういう流れでございます。とにかくですね、心理カウンセリング、これはですね、全て自分が変わるんですね。相手を変えるということは私もはっきり言って難しいと思ってます。でこれがですね、自分が変わることによって周りがどんどん変わっていきますので、今悩んでる方はですね、まず自分で自分を変えるというのはなかなか難しいので、私がですね、そのお手伝いをさせていただきますので、もうそこは本当にですね、不安もあるでしょうけども、そのままですね、来ていただいて、一緒にですね、幸せな夫婦円満な生活を一日でも取り戻すようにですね、お手伝いさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それではありがとうございました。ありがとうございました。